まあ、もちろんその教会って、個人間で決めるもんじゃないんですよね。要は、A さんと B さんがいたときに A さんと B さんの意見で教会って変わらないんですよ。なので、要は一回特定制度とか、あとそれを教会確定訴訟とかっていうふうなことをすれば、今お互いが納得してたとしても違う位置が教会になる可能性っていうのは全然あり得るんですけど、正直なところね、その主張を僕がしていってもいいんですけど、要は、現地の構造と、僕の関する資料から言うに、折れる折れへんっていう話じゃないと、教会はここやと、だから納得せえっていう話をしてもいいんですけど、もうどっちもがそれでいいって言ってるんやったら、いいんじゃないでしょうかと。